ご注意。この動画は、日々起きるニュースについて、日本第一党桜井誠さんがお話ししている動画です。桜井誠さんが考えていること、思っていることに、共感できる点がきっとあるはずです。時に大音声になることがございますが、それでも大丈夫だよ。という方は、最後まで、 ゆっっくりしていっていね桜井誠ニュース一つ目日英イギリスとの新たな経済連携協定に署名二つ目 日本人専門家。日本は韓国産ワクチンを使わないから安心しろと発言。韓国の反応。三つ目。覚醒剤所持容疑でベトナム国籍の男女10人逮捕。四つ目。大手 YouTuber 事務所。バズの社長が退任。 イギリスとのです、ねえー、貿易協定、えー、ですね、包括的経済,、えー、経済連携協定、EPA ですね、EPA が締結されました、日本とイギリスの間でですね、えー、日本政府は来年1月1日の発行に向けて、えー、臨時国会での承認を目指す方針です。 えーまあ、これはですね、日曜 EPA の内容をおおむね踏襲しているんですけれども、えー、イギリスに輸出する日本製自動車にかかる関税が今後、段階的に引き下げられていき、2026年には撤廃、イギリスから輸入する農作物に日本側が課す関税は、えー、日曜 EPA の範囲内で合意されているということです。えーまあ、これですね、えー 要は、その日曜 EPA というのが、日英 EPA に、まあ言ってみればコピーペーストみたいな形で、やられているということで、その他の、要するにイギリス以外の EU 諸国が、猛烈に激怒しているということで、そのですね、様子を伝えるイギリスのガーディアン氏に対して、イギリス国民の反応です。なんで日本との合意で EU がぶち切れてんだ EU だって俺たち以外に好条件を出してるだろう、そして何より日本は誠実に向き合ってくれたんだよ。えー、交渉中、日本はずっと高潔だったからね、そしてお互いに協力していくという精神があった、えー。EU は俺たちと日本との貿易協定に嫉妬しているんだろうな、あんな腐敗したカルテルと、えー、距離を置いた方がいい。日本は EU と違って自由で公平な貿易を望んでいたから当然。 などの声が寄せられています。ということでね。えー、まあ本当にね、このイギリスにおけるですね、えーまあ、だからあまり表面化はしてなかったんですけれども、イギリスにおけるこの EU に対する根深いこう不信感ですよね。うん、だから、あのー、イギリスは、ね、EU に加盟してたんですけれども、えー、ユーロは、ね、取ってないんですね。ですから ずっとポンド、だからイギリスだけ特別扱いで、ポンドをこう使用してたわけですけれども、まあ、それも、ね、EU との間の EU 側もイギリスに対して不満を持ってるし、イギリス側も EU に対して不満を持っている。で、その実は軍務条約とかそういったものも結構ですね、EU にとっては、e、EU の加盟諸国に対するその義務と、イギリスに対するそのやり方とちょっと違ってたんですね。 まあそれもお互いに不満だったという形で、まあ、結局その、こうなんて言うんでしょうかね、まあ、不満な、ね、状況の,この協約、協定ですので、まあ、今回解消したわけですね、EU から離脱ということで解消になったわけで、私はまあそれはそれで良かったんと違うかなと思うんですけれども、そ,のそれでね、結局、なんて言うんですか、日本とイギリスがこう、 EU 並みにこうスムーズに、ね、経済が行われている、それは EU 側にしたら面白くないというですね、まあ、こういう感覚ですかね。うんまあ、だからねあの、何をやるにしてもね、不満というのは出てくるんですよ。だからそれをうまくまとめるということが必要なんですけれども、もう本当にどうにもこうにもならないと。 判断したとは別れることも一つの選択なんです言ってる意味分かりますよね。これは日本と韓国の関係にも言えることなんですよ。いや、日本は韓国に対してものすごい不満ですよね。で EU、EU じゃない、韓国も日本に対してものすごい不満なんですよ。で、今までね、日本側が大人の対応といって、韓国に謝罪をする、韓国に折れてくる。 毎回これを繰り返してきたわけですね。戦後70年間繰り返してこれ、来たですね。この韓国に対する謝罪。もういい加減やめないといけないんですよ。一体いつまでやるんだって話なんですよね。ありもしないですね。その犯罪行為を認めて、そして我々のね、ご先祖さんたちに濡れ衣を着せて、もうどうせ死んじゃったからいいやと。 こいつらに濡れ衣着せときゃいいや。これがアヘシンゾのやったことなんですよ。強姦まだ、殺人鬼だとね、どんどんおめえを着せてびっしょりぐしょぐしょにして、で、韓国には10億円プレゼント。ところがその韓国で、実は慰安ンフと言われていた人間が全然関係なかったっていうこともバレたわけですよね。ぜひね、 このイギリスを見習って、イギリスと EU の関係というのを見習って、日本もですね、日韓断交について、真面目にね、考えていただければと思います。さあ、続いてのですね、えー、ニュースに行きたいと思います。えー、その韓国人です、えー。日本は韓国産ワクチンを使わないから安心しろと言ってますね。えー、出勤前にちょっとニュースを見たのだけれども、 最近死亡した韓国の17歳少年の話をしながら、日本にもワクチンに対する不安感が SNS などで広がり、ワクチンを忌避する動きが見られると、日本では純粋な日本産のワクチンだけを使っているので安心しろと、ある専門家が言っていました。なんか韓国を下に見ているみたいでイライでしたし、一方ではその17歳の少年の他の死亡原因はまともに報道しない、いわゆる 日本国民に見せたい部分だけをつなぎ合わせるようなニュースが日本で流されている、やっぱり日本は捏造の国のようですねというです、ね、これ、韓国の掲示板に載ってたです、ねえー、記事だったんですけれどもね、えー、もうすでに韓国では40名を超える、えー、このです、ね、インフルエンザのワクチンを打って40人がです、ねえー、死んでいるというです、ね、ほ、えーまあ、微笑ましいニュースが流れております。えー、まあこれれに関しましまてですけれども あのー、日本の方のですね、インフルエンザのワクチンで死亡事故なんか起きてないわけですね。今のところ死亡事故はですね、こう起きてないわけですよ。で、これ比較対象として見ればですね、明らかにこれ韓国産のワクチンに問題があるっていうことは明らかじゃないですか。今59人ですか。この間40人超えたって言ってましたけれどもね。 うん、で、こうやってですね、もうとにかくその日本のやることなすことにですね、こう、ムカつくというのが韓国人なんですね。ですからね、もうこの国でね、その、なんていうの、新日とかね、日本に寄った政策というのは無理なんですよ。別に日本に寄らなくてもいいけれども、過度な反日はやめなさい。でもそれもやめることができないんですね。 戦後70年にわたって、彼らにね、こう、なんて言うんでしょうかね、えー、刻み込まれてきたね。自分たちの DNA に刻み込まれてきた、その、反日というものですから、取り除くことができないんです。ですからね、一日も早く韓国との関係を断ち切るべきだと。まあ、これはね、 あのちょっと関係ない話ですけれども、東京オリンピックと同じなんですね。東京オリンピックはね、今ここで、ね、切っても、あるいはね、これから先で切っても、損害が発生するわけですね。で、どっちの損害が大きいかといったら、これ、このまんまですね、来年まで引き延ばした方が、明らかに損害が大きくなるわけです。どっちにしても損害があるんだったら、損害が小さいうちに切ることが必要。 だから、損切りをしなさいと言ってるわけですね。で、韓国との関係で、今ここで韓国とその関係を断ち切ったら、もちろん日本にもですね、悪影響が出るということは分かってます。しかしながらね、この70年間で日本が韓国からですね、被害を受けてきた、そのですね、損害額というのを考えれば、これ以上我々のね、 子供や孫の世代にまでこの韓国問題を残すわけにはいかないんです。切り捨てなきゃいけないんですね。うん、だからね、あの、よくね、今この韓国と断交したら、日本はね、この貿易面でとか言ってね、騒いでるバカがいるけれども、今まで韓国に一体どれぐらい日本がね、損害を被ってきたかっていうですね、 ここが抜けてる。そして何よりもですけれども、今日本政府は台湾と断交してるんですよ。アヘシンゾウがですね、蔡英文のところに書簡を送って、で、えー、台湾との友好とか訴えてるくせに、断交をね、取りやめて、で、国交を回復しましょうなんて絶対に言わないでしょ。ナがあるからですよ。 シナ中共と1972年に国交を回復した際に、その際条件として、交換条件として、台湾と断交すること。これ決めたのはあの自民党ですよ。田中角栄がこれ決めたんですからね。うん、もういい加減にしないとね。で、その台湾と日本ね、経済的に。 切れましたか経済が今より密接になってるでしょう、ね。断交というのは外交のね、外交のその延長線上なんですよ。で、その外交において断交というね、その意思表示を見せるという意味なんですね。日本のことを考えるんであるならば、一日も早くね、 断行すべきなんです。はい、えー、それじゃあ続いてのニュースを見ていきたいと思います。えー、続いてのニュースはですね、えー、技能実習生の話題です、えー。ベトナム人10人逮捕、覚醒剤所持容疑で、えー、覚醒剤などの違法薬物を所持したとして、えー、警視庁組織犯罪対策5課は28日、 いずれもベトナム国籍で埼玉県川口市西川口、えー、職業不詳、劉・クワンミン、えー、容疑者、えー、ら、えー、埼玉、群馬、大分の3県に住む22歳から27歳の男女10人を、えー、規制薬物所持の疑いなどで、えー、逮捕したと発表しました。えーまあ、これに関しましまてはですね、えー 群馬県で起きた家畜窃盗事件との関連も、えー、捜査をしているということです。はい。えー、ということでね、えー、自民信者の皆さん、そして阿部ゾー君、君たちがやってくれた移民受け入れが、こうやって大量のベトナム人による犯罪行為、家畜泥棒はともかくとして、覚醒剤にまで及んできたわけですね。さあ、責任取ってください。 アヘ信者の皆さん、アヘ信蔵、自民信者、ダメンジャーズ、みんな一斉にね、あんた、あの、靖国忍者前で滑覆してくださいな。死んでくださいな。自分たちが招いたんでしょ何これで外国人を批判するな、非難するな。舐めたこと言ってんじゃねえやい。日本で好き放題やる外国人がいたら、どこの何人であろうがですね、 ふざけんなというのが当然でしょうに。批判されて当然でしょうに。外国人とね、日本人のメンタリティーっていうのは違うんですよ。こうやって大量にね、あんた犯罪者が出てくる。 これが移民政策の結果なんです。だから移民政策に断固反対してたんです。唯一移民政策に反対していた日本第一党ですね。その主張が正しかったことが、これでまた一つ証明されたわけですけれども、もう手遅れです。日本に大量のね、外国人が入ってきてる現時点において、これをね、全部取り除けたって無理なんです。入れた方の責任なんです、これは。 日本に入れた方が悪いんです。これに関しては。外国人をほいほい受け入れた結果ね、一体今までどれぐらいの人たちが犯罪被害者になってきたかっていうことなんですよ。まあ皆さんね、こういったニュースをね、少しでも 広げていくこと。これが君たちにできるですね、仕事なんですよ。ぜひね、こういったニュースをね、一人でも多くの人たちに広げてください。そして、外国人を受け入れてきた今の自民党が本当に正しいのか、そしてその外国人を優遇しようとしている野党、特に立憲民主党ですね、こいつらの言ってることが本当に正しいのか、これをですね、問いかけてほしいと思います。 はい。ええー、それじゃあ最後のですね、えー、ニュースに行きたいと思います。はい。最後のニュース。ちょっと毛色が変わります。えー、大手 YouTuber 事務所。Buzz って読むんですかね。VAZ ですね。えー、Buzz の社長が退任。えー、なんかこれ知らないんですけど、ネオトというですね、えー、なんかあのー、YouTuber がいるらしいんですけども、えー、この YouTuber が、 えー、退任したということ、あまあ、あの退任じゃないや、えー、その事務所との契約を打ち切ったということで、えー、そのね、このバズというところから、今主力のです、ね、メンバーがどんどん消えてると、でえー、トップユーチューバーのヒカルとかラファエルを考える人気事務所だったが、近年は対処者が相次いでいたということで、えー、そこのですね、えー 事務所の森氏代表取締役を退任すると発表したということで、えー、まあ、これでまた一つですね、えー、YouTube のですね、えー、事務所が一つ消えたということですね。あのー、まあ、これね、えーななんて、なんていうところだったっけ、あのー、ヒカキンとかいうのが作ったですね、えー スーモみたいな名前の、なんかあの、やつがあったんですよね。えなんだっけウーモだったっけウーモだったっけなんか知らないけどね。そういうのがあったわけですね。で、その事務所もやっぱりこう、どんどんこう、なんていうのえー、所属してたタレントっていうかね、YouTuber がどんどん逃げるというですね。そういうニュースがありました。まあ結局ね、えー、これも一言で言ったら、あのー、広告料として、 出されていたお金が今激減状態になっているわけですね。ですから、思ってたよりも稼げないと。稼げないのに、あのー、事務所の方が中抜きだけはやるわけですね。まあ、こういうことをやっていたら、その、やってる人にとってはメリットがなくなる。だから、事務所を辞める。辞めて個人でやった方が、やっぱり、こう、儲けが出てくるわけですよね。うん、まあ、あのー、 YouTube でね、お金を稼ぐというやり方が、あの、どうなのかっていうこともありますけれどもね、その、生放送というのは魔物なんです。その魔物にね、見入られてしまうとですね、もう本当にこう、むちゃくちゃやりだすんですね。まあ、過激系の YouTuber とかね、あるいは迷惑系の YouTuber とかですね、そんな感じですね。必ずこうなるんですよ。 人様に迷惑をかけないで、それでお金を稼ぐんだったらいいけれども、人様にお金を、あの迷惑をかけないと、お金を稼げないという連中が、相当数出てくる。ですから、このね、YouTube というシステムは、私はね、これは、あのー、大問題だと思うんですね。まあ、一回ですね、これ、よくよくね、考える時期に来てるんじゃないかなと思います。